者に近づけてご案内していくコースとなっております。そして、左側も魚は泳いでいますが、右の方中心的にね、サポートを近づけてご案内していきます。サポートの需要ですね。看護師は複雑な地形をしているため、隙間や穴が開いております。そのため、海の生き物たちの中継が触れ上がったり、南南の場所にもなっております。魚だけでなく、エビとかですね、タコとか、ウニとか、ウニなど、看護師は中に隠れて生活しています。宮古島はですね、イチエビが、高級なエビという、夜行性のため昼間は出てこないんですが、夜になると活動をしています。他の漁師さんがライトを持って来るですね、弁当のグリメートに来ております。またこういった産地省もね、真ん中にはね、タコとかもいます。和本タコっていう美味しいタコがね、取れますね。こちらも居酒屋さんとかに来るね、島タコとか出てますので、ぜひ興味のある方に食べてきてください。また海流はですね、朝鮮の海流少し丸みの帯でね、それではですね、最後にですね、この船の上からです、ね
もらえないのがね、私、ちょっと気持ちになっていきます。でもね、滑走路もなかなか。